はい、皆さんこんにちは、山内太一です。春夏の学園祭に行こう。皆さん大学の学園祭というと秋のイメージが強いと思いますが、春夏にも行われてるんですよ。しかも日本を代表する大学が学園祭をやってますので、ぜひとも見学に行ってください。まずは東大です。東大というと11月の駒場祭が有名ですが、同じぐらい規模が大きいのが5月祭です。もちろん5月にやってます。だいたい5月の真ん中あたりの土日にやってるので、ホームページでチェックをしておいてください。この東大5月祭は赤門で有名な本郷キャンパスで開催され、理学部、工学部、農学部、医学部、薬学部、教育学部などが研究や実験の公開をやっていたり、著名人の講演会など優れたイベントがいっぱいあります。特に理工系の学部の研究公開は実際に実験を体験したり、研究室を見せてもらったり、大学院の学生、学部生の方から皆さんが直接東京大学の最先端の研究の話を聞くことができるという素晴らしいイベントなんで、ぜひとも東大の学園祭5月に行ってください。次に北大祭、北海道大学の学園祭は6月の最初の土日、平日もやってますが、まあ高校生が参加できるのは土日ですね。北海道大学北大祭、北海道の人はぜひ、そして他の県の人も親が飛行機で行ってくれるっていうなら一緒に北大祭見学に行くといいと思います。名古屋大学明大祭、だいたいこれが北海道大学と同じ6月の最初の土日にやっています。実際は平日もやってますが、まあ高校生行くの難しいと思いますので、名古屋大学の学園祭、明大祭、こちらも意外とですね、理工系の研究実験イベントはやってますから、ただ遊びに行くだけではない。うまくすれば図書館も見学できるかもしれません。大阪大学イチョウ祭、これはゴールデンウィークにやってます。だいたい5月の1日2日頃、毎年日程変わるんですがやってまして、豊中キャンパスと吹田キャンパスの両方で特に理工系の研究実験公開がすごい規模です。また豊中キャンパスの方では学生による学園祭もやってますから、バンドの演奏とかこうたこ焼きを売ってるとか、教室でいろんなサークルが展示をしてるといったような通常の楽しい学園祭見学できます。最後、東京大学駒場リサーチキャンパス公開、なんと東大春夏の学園祭5月祭以外にもう一回やってるんですね。これは本郷キャンパスのすぐそばにもう一個本郷キャンパスがあるんですよ。ここには東京大学生産技術研究所と東京大学先端科学技術研究センターという東大の最先端の研究所があるんですが、この研究所の一般公開を毎年6月の最初の金土にやってます。まあ金曜日はね学校ある人多いので土曜をお勧めしますが、これはすごい規模で、東京大学のさまざまな理工そして医療系などの研究室実験室をもう1日では見切れない規模ですごい数で一般公開してます。また中高生向けの講演とかイベントもいっぱい行われてますので、ぜひとも見に行った方がいい。まあみんながみんな我々東大入れるわけじゃありません。でも東京大学で行われている最先端の研究というのは我々が直接東大で見ることができる。うまくいけば東大の教授の先生方や大学院生の方から直接説明を受けることもできる素晴らしいイベントです。というわけで、実は春や夏の学園祭というのはいっぱい行われています。他にも一橋大学、横浜国立大学、大阪公立大学などで新入生を歓迎する意味で春や夏に学園祭が行われている大学もありますので、受験生の皆さんはぜひとも見学して志望校を目指す意欲を高めてください。ぜひ春夏の学園祭を見学に行きましょう。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。メガスタなら総合型選抜、推薦入試と一般入試両方の対策が可能です。大学受験で志望校に合格したい方は画像をタップするか概要欄のリンクをクリックしていただき、メガスタの資料をご請求ください。